こんにちは、リハジです。いつもご視聴いただきありがとうございます。2017年12月に EGPA で緊急入院をしてからもう少しで丸7年になります。現在は左足首から下に障害が残ってはいますが、おかげさまで普通に生活ができる程度にまで回復し、装具をつければ散歩や趣味のゴルフを楽しむことができるようになりました。ステロイドもヌーカラが効いているおかげで、現在は2ミリグラムにまで減らすことができています。これまで私の動画の中で、EGPA の発症当時のことや、初期の治療のことなどについてお伝えしたことがありませんでしたので、今回は当時を振り返って少しお伝えしたいと思います。現在 EGPA を発症されて間もない方や EGPA に関係されている方などのご参考になれば幸いです。今回お伝えする内容は次の通りで、まず EGPA 発症直前の健康状態、続いて発症後1週間目の状態と治療内容、最後に2週目以降の状態と治療内容という3つです。まず EGPA 発症直前の健康状態についてお伝えします。私はもともとハウスダストのアレルギーがあり、アレルギー性鼻炎やアレルギー性気管支炎、そして喘息などの疾患がありました。20年以上このようなアレルギー性の疾患に悩んでいましたが、それを軽減できるというアレルギー原感作療法があることを知り、EGPA 発症の2ヶ月半ほど前から自宅近くのクリニックでその治療を始めました。原感作療法というのは、アレルギーの原因となる物質をかなり薄めて体内へ継続して入れることで、体をアレルギーの原因物質に慣れさせてアレルギー反応を抑えるという治療法です。原感作療法を開始して2ヶ月ほど経過した頃、それは EGPA と診断される2週間ほど前のことですが、発熱、ひどい咳、強い倦怠感という症状が出ました。このため原感作療法を一旦中止して抗生物質を処方してもらいましたが、症状は治まらず手足にしびれが出始めました。今から思えばこの時に EGPA が発症し始めていたのかもしれません。また EGPA 発症の2ヶ月ほど前から両足の裏や両下肢の外側あたりに筋肉痛のような痛みを感じ始め、次第にそれが強くなり歩きづらくなったので、整形外科で電気刺激を当てたり温めたりしていましたが、これも EGPA の予兆だったのかもしれません。クリニックでいただいた抗生物質を服用し始めて1週間経過しても症状は全く改善しなかったため、クリニックに頼んで会社近くの大学病院への紹介状を書いてもらい、そこで検査をしたところ、肺炎と診断されました。大学病院では別の抗生物質を処方されましたが、それを服用しても症状は全く改善せず、逆にしびれの範囲が拡大していきました。この時の肺炎は好酸球が原因であった可能性が高く、このため抗生物質が効かなかったものと思われます。このように原感作療法を開始した頃から体調に異変が生じたように思いますが、原感作療法と EGPA との関連につきましては明らかにはなっていません。大学病院の抗生物質を飲み始めてからも症状は全く改善せずに、しびれがさらに拡大していく中、自宅のリビングの椅子から立ち上がって歩き出した時、突然意識を失って倒れてしまいました。幸い意識はすぐに戻りましたが、全身が脱力した感じで体が動かず、足首から下は感覚が麻痺した状態でした。すぐに救急車を呼んでもらい、自宅近くの大学病院へ搬送されて検査を受けましたが、そこではギランバレー症候群の可能性が高いとの診断でした。
あいにくその大学病院の入院病床が満杯でしたので、入院可能な病院を探してもらいましたが、特殊な病気のためかなかなか見つからず、結局車で1時間ほど離れた総合病院へ移されることになりました。転送先の総合病院で再度精密検査を行ったところ、 EGPA 好酸球性多発血管炎性肉血症であるとの診断がされました。続いて発症後1週目の状態と治療内容についてお伝えします。入院当日は上半身を自力で起こすことができず、両腕も肩が痛くて上げられず、下半身も動かない状態で、特に両足首から下は痺れて感覚がない部分もありました。最初の治療は抗生物質の点滴とステロイドパルスという大量のステロイドの点滴投与です。この治療により2日目には上半身と下半身の膝から上の部分はなんとか頑張れば通常の動きができる程度にまで回復することができました。しかし膝から下はまだ思うように動かないので、トイレやリハビリ室への移動などは車椅子でした。2日目の治療も1日目と同様に抗生物質とステロイドパルスです。2日目から両足に装具をつけて平行棒につかまりながら歩行のリハビリを開始しました。この頃は平行棒につかまって足を踏み出しても膝が後ろに流れてしまってほぼ歩けない状態でした。入院2日目に担当医から体の状態を書いてほしいと人体の絵がプリントされた紙を手渡されたので、入院初日と2日目の状況を記入しましたが、こちらがその時の記録です。この記録は最初は担当医や看護師とのコミュニケーションツールでしたが、途中からは自分用の治療記録として体の状態や治療・リハビリ内容などの記録を続け、結局入院初日から退院後も含めて約2年間毎日記録を書き続けました。さて1週目の治療はステロイドパルスが3日間、抗生物質の点滴が1週間続きました。ステロイドパルスで好酸球の値はすぐに正常値の範囲内まで下がりました。このためステロイドは4日目から経口で 30mg となりました。入院してから1週間後の体の状態の記録がこちらです。運動機能としては膝から上は通常の動きができるようになり、右足の動きも回復傾向にありましたが、左足首から下の動きは回復せず、痺れもそのままで、逆に両膝から下に強いピリピリ感や激痛が出始めました。続いて2週目以降の状態と治療内容についてお伝えします。2週目に入るとステロイドは 25mg へ減量され、抗生物質の点滴はなくなりました。しかし足の痛みの範囲が広がり、その強さも夜中に目が覚めるほどの激痛で、それが頻発するようになりました。痛みのイメージとしては剣山の針の部分を足の甲にバーンと叩きつけられたような鋭く激しい痛みや、ハンマーで足の指先をガーンと殴られたような重くて深い痛みという2種類が不定期に発生しました。痛み止めの量を増やしたり、より強力な痛み止めの薬に変えたりしましたが、痛みはなかなか収まりません。2週目の途中から神経を保護するためと言われて免疫グロブリン治療を5日間受けました。ちなみにこの時のステロイドは 25mg のままです。免疫グロブリン治療の効果なのか、痛み止めの薬の種類や量を増やした効果なのか、一時はかなり悪化した足の痛みも次第に収束し、2週目の終わりには2週目の最初と同程度の痛みの状態にまで回復しました。また2週目の終わりには一時高くなりかけていた好酸球の値も正常値の範囲内に戻りましたので、
ステロイドは 25mg から 22mg へ減量されました。運動機能については右足は順調に回復を続けましたが、左足は動かないままです。3週目は後半が正月にかかるため、12月31日から1月3日まで自宅へ一時帰宅をしました。4週目の初めに自宅から病院へ戻り、ステロイドも 20mg に減りましたが、また足の痛みが強くなり始め、抗酸球の値も正常値の範囲内ですが徐々に上がっていきました。ステロイドを 20mg のまま痛み止めを増やしたり、より強い薬に変えたりしましたが、痛みが引かないため、6週目から2回目の免疫グロブリン治療をしました。しかし免疫グロブリン治療でも足の痛みは改善せず、逆に抗酸球の値が正常値を超えてしまったため、ステロイドを倍の 40mg に増量することになりました。通常 EGPA が再燃して抗酸球の値が高くなった場合は、ステロイドを 1.5 倍から2倍に増量し、その後徐々に減らしていくというのが一般的な対処法のようです。ステロイドを 40mg に倍増したところ、激しい痛みは2週間ぐらいかけて徐々に収まっていきました。この後はステロイドの量を徐々に減らしながら、再燃の経過観察とリハビリをしながら入院を続け、結局退院できたのは2月の下旬頃で、入院期間は約2ヶ月半でした。退院時の体の状態を記録したものがこちらになります。運動機能障害は左足首から下だけで、しびれは図に記載している箇所ぐらいで、痛みもありませんでした。ちなみに退院時のステロイド量は 27mg です。この後リハビリ専門病院へ通いながら、退院後1ヶ月ちょっとで会社へも復帰しましたが、会社復帰してから2ヶ月半くらいで EGPA が再燃してしまい、再入院することになります。その時のことにつきましては、また別の機会にお伝えしたいと思います。以上、今回は EGPA を発症した当時のことや発症後の治療内容などについてお伝えしました。今後も難病 EGPA になって思ったことややったことなどを投稿していきたいと思います。合わせて趣味のゴルフや俳句のことについても投稿していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。